家島補助飛行場は沖縄県国神郡家村にあるアメリカ海兵隊の飛行場、演習場。急に本陸軍の家島飛行場に由来する。家島北西部の約8.02平方キロメートルを占める。並行して家島空港がある。滑走路をはじめヘリパッド、ハリアーパッドを用し、村面積のおよそ35.3%の 区域面積を占有している。しかし区域内の一部の道路の通行は、米軍の活動を妨げないことを条件に認められているほか、同区域内に300個近くの住宅が存在し、実際に生活を営んでいるという状況下にある。主な数値は、内閣府沖縄総合事務局、及び沖縄県基地対策課ウェブサイトによる、家等補助飛行場、 ファク6005イエトー空港付近の空中写真。3本並ぶ滑走路は、左がアメリカ軍施設、中央がイエトー補助飛行場、右がイエトー空港である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。1977年撮影の5枚を合成作成。常駐機はなくすべて開機である。 この他、第七艦隊及び、在中海兵隊を主力部隊とした、バリアントアッシャーと命名された上陸演習においては、キャンプ運船などと連動して、上陸演習、空挺訓練が実施されてきた。また、本島周辺において、年1回、4週間程度の日程で、定期総合演習、ビーチクレストが実施されている。本訓練の際には、家島上空にて、 空中戦闘訓練が実施され、地上では航空機を無線誘導する近接支援訓練が実施される。1955年3月、アメリカ軍による強制接種の経緯があり、那覇防衛施設局も調和基地と住民にてそれを認めている。そのため、1990年代に入っても契約拒否地主を数多く生み出すこととなった。 アメリカ軍は、島の面積のおよそ3分の1、35.3%の区域面積を占有した状態にあるが、一方で、1996年の後地、利用構想の策定範囲は訓練場として、使用されている327ヘクタールにとどまり、その他の敷地の大半は木人工作に使用されている。この土地利用の扱いについても課題があることを、 内閣府沖縄総合事務局などが指摘している。本飛行場に関係する周辺対策事業は他の自衛隊在日米軍施設同様防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律を根拠法とし下記が実施されてきた。家等で実施されている周辺対策事業は下記のように区分される。 障害防止対策事業のうち一般障害防止については水問題への対処が挙げられる。基地建設が実施される以前、家島には44のため池が存在し、島民の水確保の手段となっていた。しかし、本飛行場の拡張などに伴いため池は多くが埋め立てられ、さらに土地の締め固めが実施されたことで、雨水が地下に浸透しなくなった。上水道は、 本島から送水することで対処したものの、干ばつ時には農業用水が不足する問題が発生した。この対策として、道路速攻を流れる雨水をため池に導き、ため池自体も新設が行われ、1994年6月時点で35箇所、40万千トンの貯水力に拡張された。1973年度から1995年度まで実施した。 女性学の総計は約30億円となっている。学校等の公共施設の騒音防止対策事業としては、航空機騒音の防止、軽減対策として1974年度から実施され、小学校2校、中学校1校、保育所1カ所に防音工事を実施した。これらの防音工事に伴って整備した空調設備の維持にも補助金を交付している。 これらの総計は1995年頃までに約11億円となっている。民生安定施設の助成は同法8条に基づく。一般助成事業として、児童公園、近隣公園、地区公園、体育館、水道、無線放送施設、農業用施設、漁業用施設等について、1975年度より助成を開始し、1995年度時点で、 総計は約27億円となっている。防音助成については学習東京用施設4施設、庁舎等については1975年度から1995年度までの累計で約2億円の補助が実施されている。さらに、同法9条に基づき特定防衛施設周辺整備調整交付金を家村に対して交付している。用途としては道路、 医療保険センター、生園、一般廃棄物採集処分場、学校及び公共施設などの整備に重当されている。総計額は1975年度から1995年度までで約36億円となっている。日米地位協定第2条第4項に基づき、補助費工場内で農業用灌外施設、水道事業貯水施設など10件。 約6ヘクタールの一時使用を許可している。また、離着陸時の騒音緩和のため1982年度より、補助飛行場内で、木馬王等の植栽を実施し1995年時点では、9ヘクタール余りの面積となっている。ありがとうございます。